大泉金蔵は、日本の社会運動家。新潟県西神原郡つばめ朝記の品農の、長男に生まれた。小学校卒業後農業に従事。尾崎実のの貧しさから1920年春、戦記に農民組合を、組織、1921年日本農民組合関東同盟に、加盟、同組合戦牧師部員、新潟県連合会執行委員として、 農民運動で活動。1925年全日本無産生年度名と労働農民党に加入。1927年12月、オルグとして新潟に来ていた河井越造の勧めで日本共産党に入党、中越地区細胞に所属。1928年3.15事件で検挙されたが党員であることが発覚せず、約1ヶ月で釈放された。 後上京し、1929年2月頃から、しばらく自由労働者集団の中に入っていた。河合との連絡を回復、命を受け帰京し、新潟県下の被害状況を調査したが、運動の状況の悲惨さに等が嫌になり、活動を停止。同年8月頃、4.16事件の余波を受け検挙されたが、この時、新潟県特攻課長、トネ優秀の勧誘で、 スパイとなることを大く釈放された。トネの指示で、1931年6月共産党の活動に復帰し、農民組合や共産党の資料を刀渡るに提供し、1回あたり30円から50円の報酬をもらうスパイになった。同年7月頃、党新潟県委員会が発足、宣伝部長に就任。1932年1月大泉がトネに、 連絡した結果、新潟県での共産党の一斉検挙が行われた。この時検挙されなかった大泉をスパイだとする、上申書が新潟県党員から、党中央に提出されたが、大泉を信頼すると幹部は、この上申書を握りつぶした。新潟に居づらくなり同月刀渡ると相談して、状況、この時までに合計4500円もの金額を警察から受け取った。 トネとの連絡は同年8月で途絶えたが、トネから警視庁特効課長、毛利はじめに、大泉の存在は連絡されていた。1932年1月等中央農民部入り。同年4月、相次ぎ捉えられた赤つますり、磯崎岩尾の公認として、岩田義道の推薦で、党農民部長。岩田の発議で、7月中央委員候補、中央組織部員。 熊沢光子をハウスキーパーにする。1933年5月中央委員、強制係。この頃、三船留吉の左門を担当、スパイでないと報告した。同年12月23日、警察に内通したスパイであるとして、小畑達夫と共に、東京府東京市渋谷区旗ヶ谷の東アジトで左門を受け、スパイであることを自白したが、12月24日、小畑が急死。 サモンは中止された。その直後の党中央委員会で、スパイであることの基本的事実は、明白として尾畑と共に除名処分にされ、12月24日不当期間し、赤旗号外で発表された。サモン中止後も大泉はアジトに留め置かれたが、1934年1月15日、逃亡し、共産党スパイサモン事件が発覚した。 1934年10月予心尋問集結。1942年6月控訴院判決。同年12月大審院判決で治安維持法違反による懲役5年の実刑判決が確定。敗戦後の1945年8月24日に出所。その後は政治運動にはかかわらず事業に成功し、1972年、 東京建具省組合理事長となる、1983年秋、叙勲を受けた、ありがとうございます。